一番は島に人が増えたら一番いいんですけど、なかなか難しいんです、はい、うちはもらった？まだもらってない。あ、そうですか。ほんまに俺モデルの。あ、違う違う、びっくりした。カソケです。2023年9月3日、岡山県笠岡市鴻巣島底浦北木島で開催される AI ファッションショーへ向かいます。ところで AI ファッションって何？ AI 搭載の顔診断、顔分析、パーソナル診断システムを使ってモデルさんにぴったりなコーディネートを解析してくれるという意味です。今回 AI ファッションショーの様子をできる限り密着取材します。ロープがなくなったもん、どこにあった？今回で第2回目となる AI ファッションショー、北木島の人々や関係者も楽しみにしていました。あ、違う違う、びっくりした。カソケです。はい、ありがとうございます。お父さんと変わります、はい、ベトナム出身のクアン君、彼は漁師としてこの島で働いています。その他、岡山で生活している留学生も今回の AI ファッションショーに参加します。AI ファッションショーが開催される場所は港から近くの場所にある北木島古城ステージ。昔から採石が盛んだった北木島、この場所は採石後に雨水が溜まってできた蝶箱であります。各国からこのショーにご参加いただいてます。 Who's from China? Raise your hand! テントの中から手が上がってるんですけど、じゃあ Who's from Cambodia? どうするか? じゃあ Who's from Tokyo? おー、イエーイ! あんたに見ますね。はい。 Who's from Kitagishima?はいはいはい、ありがとうございます。ではここで北木島活性化プロジェクト協議会の藤井代表から歓迎のご挨拶をいただきます。 Mr. Fujii represented 北木島 Revitalization Project Council wants to welcome you with a few words。はい、ご紹介預かりました北木島活性化プロジェクト協議会の代表をしております藤井です。よろしくお願いします。はい、今回この AI ファッションショー第2回となりました。正直言って2回目を開催できるなんて思ってもなかったんですけれども、意外に目標がすごく良くてですね、本当に次をやってほしい、見たいっていうお声がすごく多かったっていうので、開催にが実現となりました。で、この度は観光庁の、補助金に採択をされまして、インバウンドの、観光客の皆さんのための、何か、イベントができないかということで、ぜひこの AI ファッションショーは
そのインバウンド向けに対して非常に有効なイベントではないかと、まあ、会議が行われ、開催することになりました。これもですね、隣にいらっしゃいますイプセの、駿河さんの社長が大変ご尽力いただいた賜物だと思っております。暑いでですね、短く挨拶に返させていただきます。本日は楽しんでください。 Thank you。 では駿河さん。 Mr. 駿河 representing the organizer of the AI Fashion Show。 皆さんおはようございます。今日は昨年同様2回目の開催とさせていただきます。で、AI のファッションショーを担当させてもらう、クローバーイプセ株式会社の駿河と申しますけれども、この素敵な今日は、北木島のこの景観とともに、インバウンド向けの、モデルさんたちが、海外のモデルさんたちを使っての、そしてこの景観とともに、衣装皆さんで楽しんで見ていただければと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。 Thank you。 このショーの BGM にこれから流れます曲は日本遺産の石切り歌をポップ風にアレンジしたものです。この編曲をしていただいた方が今日本日参加、東京から参加してくださっています、飯田博さん。今回はこのショーのために自分で三味線も弾いてくださっていますので、お楽しみください。Professor Ida has arranged a traditional Stone Nation song in a pop music for this show. This year, he played 三味線 guitar in the arrangement. さあ、ショーの前にチアリーディング、はい、はい、入ります。じゃあ龍谷高等学校チアリーダーの皆さん、どうぞお入りください。
史館。Thank you.
ロックンロール。
てへはいどうも実際 AI ファッションショー参加してみてどうでしたかちょっと楽しかったけど、まあ、ちょっと恥ずかしいですね、はい、初めてですね初めての体験で、はい、ちなみに大学ではどんな勉強されてるんですか経営学です経営学です全員一緒ですよねということで今回2回目の AI ファッションショーということで終えられてみてご感想いかがでしたか何回しても上がります結構やっぱ緊張するものですかそうですよ僕も初回よりは結構、はい、慣れましたあ本当ですかねだけど来年も、はい、来年も頑張ります、はい、テーマが、はい、去年は日本人向けですけども、今年はインバウンド向け、もう各省庁、インバウンド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 、去年の国内向けの AI ファッションショーをインバウンド向けにブラッシュアップするという名目で、ありがたくスポンサーになっていただきまして、この、メンツを集めることができました。すごいダイナミックで、はい見ててすごい楽しかったです、ね、あ、はい、よかったですあの島はねはい、コロナで誰も来なくなったり、はい、大変な危機を迎えておりましたのでこれで元気づけられたらいいなと思っています、うん、1回目と比べて2回目の進化というかなんか違いってどういう感じなんですかそうですね、はい、AI ファッションショーに関しては、はい、まあ元々は島民の方、うんのなんかフルモデルチェンジみたいな、はいはい、のを目指してたんですけど、はい、今回は外国人のインバウンド向けのイベントっていう形で留学生に来てもらって、はい、で今度インバウンドのお客さんが来られた時に島に来た時になんか AI 診断してもらって、なんか浴衣で、はい、日本の文化の浴衣を着替えてなんか写真を撮ってもらうとか、はいまあ、その時に音楽イベントがあってもいいと思うんですけど、うん、なんかそういうのができればなというきっかけを、はい、できてよかったです島の方もすごい喜ばれてるような感じがあってなんか楽しみなイベントの一つになってきてる感じなんですかねもう今島民北木島の島民が560人しかいなくて、はいねまあ、高齢化してる中でこういった若いね、なんか若いエネルギーが島に来ることによって、はい、みんな元気に はしゃぐんですよねっていうのはなんかすごくなんか日々の、はい、なんかまったりした感じもいいんですけど、はい、中にはちょっとカンフル剤として、はい、ああいうエネルギーがあると、はい、なんか活性化してもらえるんじゃないかなと思って、はい、やってよかったなと思います、まあ、AI ファッションショー含めこう北木島こうしていこうみたいなもし思いとかお考えがあれば一番は島に人が増えたら一番いいんですけど、はい、なかなか難しいんです、はい、でやっぱりなんか北木島に魅力を持ってもらったり、はい、なんかそういう関係人口ですね、まあ、イベントに来てもらうとかなんかちょっと仕事で日帰りで来るとかなんかそういった関わり合いができていけば一番いいのかなと思ってますはい、ありがとうございます、はい、ちょっといろいろとバッタバタだったと思うんですけどすごい僕らも楽しませていただきましたあ、そうですか、もう本当助かりました、はい、ありがとうございましたこれからちょっと発信していきますんではい、これからもよろしくお願いしますはい、こちらこそよろしくお願いしますはい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でしたはい、いきますねせーので言います、はい、いきますせーのロックンロール